ロセルゲービチ・ダルゴムイシスキーロシア語、英語、アリックサンダー・セギューバチ・ダーガミージャスキー。1813年2月14日から1869年1月17日、ロシアのオペラ作曲家。音楽史的には、グリンカとロシア5人組やチャイコフスキーの間を橋渡しした人物である。他に、歌曲やピアノ曲をふんだんに作曲したほか、多少の還元楽曲もある。 名門貴族の家に生まれ、サンクトペテルブルクで教育を受ける。早くから才能あるアマチュアとして名声を博し、当初はサロン音楽の分野で有名であったが、1833年、ミハイル・グリンカに出会い、作曲に打ち込むよう劇例を受けた。ダルゴム・イシスキーは、ロシア的な音楽の創造を目指すグリンカの影響で、意識的に、 ロシア語のイントネーションを音楽化する方法を研究し、その成果は彼の作曲した歌劇、オペラ作品に生かされた。1839年に、ビクトル・ユゴの小説、ノートルダムのセムシ男に基づく歌劇、エスメラルダを作曲した。彼の代表作となる歌劇、ルサルカは1856年に上演された。ここでは、 ロシア語を音楽化するという研究が紙を結んでいる。しかし、1860年代まで国内外でなかなか成功しなかったと言われる。ただ、ベルギーでは彼の作品の評判は好意的なものであった。アレクサンドル・セローフは1856年にルサルカに好意的な批評を寄せ、プーシキンのテクストと音楽が緊密な関係を 保っているために、歌手が実際にロシア語を喋っているように聞こえると、表した。その後、ダルゴムイシスキーの開く夜会には、後にロシア5人組として知られるようになる、モデスト・ムソルグスキー、ミリー・バラキレフ、ツェーザ・リキュイラが常連として集まった。1860年代に、ダルゴムイシスキーはロシア5人組の長老的存在となった。代表作となった最後の歌劇、石の客は、 レチタティー・ボフー内誌はデクラメーション風の旋律形成によって、ムソルグスキーやドビュッシーの先駆となっている。第一幕の幕切れと、オーケストレーションが未完成のまま残されたため、キュイアリムスキーイコール・コルサコフの手により保管された。石の客は1872年に初演され、オペラ表現に進歩的な姿勢を示すものとして、五人組から大いに激賞されたものの、未完のためもあって、 今日オペラの標準的なレパートリーとして演奏されることはほとんどないのが実情である。ABCD 森田ピアニッシモ、130から131ウォルシュ、スティーブン、メソルスキーヒズサークル、A ロシアンムシカルアドベンチャー、ニューヨーク、アルフレッド A。 クノープ・ピアニッシモ、44から46、ISBN9 兆7803億8535万3854。ありがとうございます。